皆さんこんにちは。大阪市長選挙本日立候補いたしました吉村亮文です。吉村です。思い起こせば5年ぐらい前です。私がこの大阪維新の会のメンバーとして政治の世界に入っていきました。その時私が思っていたのは、この大阪の政治が本当に古い体質で、まさに政治のための政治がずっと繰り広げられていました。それを変えていかなければならない。新しい大阪、大阪の政治を前に進めていかなければならない、そのように思いまして、約5年前大阪維新の会メンバーとして大阪市議会にありました。その思いは今も変わっておりません。大阪の政治を前に進めていく、古い大阪の政治に戻させない、それが今回のこの選挙でも大切な大切な争点になります。相手方の候補の方、自民党から民主党から共産党まで全く理念や考え方が違う、そういった政党が今一つになってこの選挙戦を戦おうとしています。理念や政策ではなくて、まさに組織票だけでこの市長選をやろうとしている。こんな市長を誕生させてしまっては大阪の未来はありません。一体どんな大阪の改革をするというんでしょうか。どんな大阪の未来、それを描いているんでしょうか。私がこれまでテレビ討論でも議論させてもらいました。具体的な政策は出てこないんです。検討します、議論します、そういったことに終始する。この大阪をどうしたいのかというビジョンが全くないんです。我々維新の会はまずこの大阪、さまざま批判も受けましたが、一番最初にあったのは、これまでの市役所あるいは大阪市で政治家がずっと抱え込んで皆さんに明るみにしなかった、いろんなこの大阪市のいいところも悪いところも全部オープンにしました。全ての情報を全部出しました。それによって一部の方からは批判も受けましたが、正すところは正す、皆さんに情報をしっかりと広げてオープンにして、正すところは正していきました。過去の政治というのは、この大阪の皆さん、この過去の大阪市の政治というのは、この情報をみんな隠してたんです。思い出してみてください。維新の会が生まれるまで、どれだけの方が大阪市政にあるいは大阪の政治興味を持たれていたでしょうか。みんな政治家が自分たちのいいようにやりたい、そういった思いで隠してきたんです。我々維新の会は全てをオープンにしました。批判もされながらもしっかりと直すことは直してきたんです。それを続けていかなければなりません。維新の会は、私吉村、今回のマニフェストでも掲げていますが、市長報酬の削減というのを掲げています。どうしてこういうことをするのか、それが一番大切。どうしてそういうことをするのかというと、まず政治家にとって一番嫌なことをやります。一番やりたくないことをやります。それでさまざまある行政の無駄をなくす、公務員天国になっている状況をだいぶ正してきました。無駄なこと、それをなくしていって財源を生み出すんです。生み出した財源で医療や教育、福祉、それをどん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 広げていきます。政治家自らが甘い政治をしていると行政も当然馴れ合いになります。そうなると皆さんの大切な税金が皆様の知らないところでジャブジャブと使われてしまう。医療や教育や福祉といった住民サービスに回されることなく、政治家や一部の人たちでうまいことを使ってしまう、そういったことがされてしまうんです。ですので、まず政治家自身が一番嫌な、私で言えば市長報酬の削減、これを掲げています。議員定数の削減や報酬の削減、議員報酬の削減、これもやりました。それで大阪は少しずつ変わってきてるんです。相手方の候補の方、この
視聴報酬については一切触れてません。私がテレビ討論でも聞きましたが、それはやりませんと言いました。その中で自分の政治家に甘い政治をする中で役所の改革なんて絶対にできません。その証拠にマニフェストを見ましても、我々はしっかりと厳しい改革をすると謳ってますが、相手の候補の方、この役所の改革については一切触れてないんです。それもそのはず、自分の報酬にも触れない、そして役所の改革にも触れない。古い政治、昔の政治をもう一回取り戻そうとしてるんです。これは相手方の候補個人の批判をするわけではありません。この政治の在り方として、まず市長自らが自分の一番嫌なことをして、議員報酬カットをやりました、市長報酬の削減もして、そして行政の無駄をなく、それによって財源が生まれてきます。生まれた財源で医療や福祉や教育、それを広げて生きています。それをやらなければなりません。例えば子どもたち、この教育についても本当に政策がなかったんです。子どもたちの教育、私は子どもが3人いますけれども、この子どもたちというのは将来の大阪を担う、そういった子どもたちです。将来の大阪をしっかりと担ってもらって、大阪を支える、大阪を盛り上げていく、そういった子どもたちが住みやすい環境、そして勉強しやすい環境にしなければなりません。しかしながら、維新の会が生まれる前はこの子どもの政策というのは一切やってなかった、ほとんどなかったんです。学校の図書館ですら本が全然足りないぐらい、そういったことが放置されていきました。維新の会、これを変えました。子どもたちの子育て予算、教育予算、それを6倍に増やしました。子どもたちの医療費助成、これも全然なかった、小学校の入学までしかなかった分を中学校卒業までに増やしました。私の代になればこれを18歳まで増やそうとしてます。これは財源が7億円いりますが、これをするにしても目処は立っております。自分の報酬をカットして行政の無駄をなくすことで、そういったこともできるんです。例えば中学校の給食一つとってもそうです。これまで1800あるこの日本の市町村の中で8割9割は中学校給食ができています。しかしながら、この大阪市という大都会で、これだけ税もある、たくさんの人が集まる大都会で、中学校給食すらできてなかった、やってなかったんです。子どもたち、きちんと勉強、弁当を持ってくる子どもいますが、中にはそもそもご飯を食べない子、あるいは菓子パン1個、そんな子どもたちもいました。今までの政治ではそれが無視されてきました。でも将来の子どもたちをしっかり支えよう、しっかり教育を受けてもらおう、親の所得の格差をこの勉強の教育格差にしない、そういった思いでしっかりとこの教育環境を整えてきました。中学校給食も導入しました。今中学校給食おいしくないというふうに言われてます。冷たくておいしくない、これはやり方によって変えることができるんです。例えば小学校、近くの小学校は中学校を作る、給食を作る、そういった施設があります。ですので小学校で作った給食、それを近くの中学校に運ぶ、そうすることで温かいおいしい給食ができます。今阿部野である学校でそれを先駆的にやってますが、残食率もすごい減ってきてます。それを私は大阪市内中全部に広げていこう、そういうようなことをしっかりとこのマニフェストでも歌ってます。それを実現させます。これは一例です。一例、要は子どもたちがしっかりと勉強できる環境、教育を受けることができる環境、それを整えていく、それは行政の役割としてしなければならないことだと考えてます。それが今までできてませんでした。私吉村博文はしっかりそこを実行して前に進めていきたいと思ってます。過去の大阪の政治では子どもたちの教育、子育て世代、全く無視されてきたのが現状だったんです。それを変えていきます。それから高齢者施策の話、これは今回一番大きく考え方の違いが出たところだと思ってます。敬老パスです。敬老パス、敬老パスは
もともと完全に無料でした。ただすごい大きな税金、皆様の税金がその敬老パスに入っていました。毎年80億円90億円の税金が敬老パスに入ったんです。先ほど言った通り、例えば子どもの医療費助成、中学校卒業までの部分を、それを高校卒業までにする、それで7億円の財源でそれができるんです。80億円90億円というと本当に大きなこの税金が入っていた敬老パスについて、相手方は50円の負担をなくす、またただにするというふうに言っております。我々は年間3000円の負担をお願いして、そして今50円の負担を乗るたびにお願いしています。小学校も地下鉄の乗る、地下鉄に乗るというこの移動するというサービスを受けるときに今半額の負担をお願いしています。初乗り180円、それを今90円小学生にも負担している。であれば高齢者の方にも申し訳ないですが、50円だけ負担をお願いしますということを今やっています。それによって財源が生まれてきてるんです。30億円の財源が生まれてます。この30億円の財源を使って本当に支援が必要な高齢者の方、そちらにしっかりと今お金を回しています。それを私の代になっても広げていきます。例えば独居の在宅で独居の高齢者の方、身寄りがない方、なかなか外に出れない、体の不自由な方もいらっしゃいます。そういった方が一体どのぐらいいらっしゃるんだろうか。もし災害が起きれば一番最初に被害に遭われるのはそういう方なんです。ですのでどういったところにそういった方がいらっしゃるのかを把握しようというのを今住吉区で先駆的にやってます。役所で把握する見回りサポートをするというのをやってます。これ3億円ぐらいかかっていますが、それを広げていき、私の代になればこれを広げていきます。あとは特別養護老人ホーム、入りたくても入れないという方がいらっしゃいます。待機高齢者と言われる方です。今までは放置されてきました。待機高齢者、維新の会が生まれるまでは放置されてきました。これを今平成29年までに待機高齢者ゼロ、これを実現させるために今しっかりと整備を進めていっています。要は他にも様々な施策をこのマニフェストでも掲げていますが、要は何を言いたいかというと、この選挙前に地下鉄をタダにします、高齢者の皆さん全部タダにしますというようなばらまきをすることはできません。できませんが、それによって生まれてくる財源、何十億円という生まれてくる財源でしっかりと本当に支援に必要とする高齢者の方に施策を充実させる、サポートをする、それを維新の会、私吉村はしっかりやっていきます。選挙の票で言えば確かに少ないかもしれません。高齢者の皆様50円タダにした方が選挙にとっては有利、そう相手の候補は思っているかもしれませんが、行政の果たすべき役割は本当に支援な必要な方にしっかりお金を回しサポートすることが大切だと私は思っています。それから大阪の経済成長なんです。経済成長、これをしなければなりません。やはり大阪の経済成長させて皆様が潤う、生活が潤う、そして経済成長させることで税収も生まれる。それによって医療や福祉や教育、住民サービスを広げることができるんです。私は大阪市の市長、今立候補してますが、本来大阪市というのは基礎自治体、いわゆる市町村なんです。市町村ですので、医療とか福祉とかサービスというこの住民サービス、医療福祉教育、住民サービスをどうやって充実させるのか、しかもそれは借金するやり方ではなくて増税するやり方でもない、そのやり方で充実させなければなりません。一つは私が申し上げた、まず市長自ら報酬をカットして行政の無駄をなくして財源を生み出すやり方が一つ、もう一つは大阪を成長させるというやり方です。経済成長、これは大阪府と松井知事と大阪府と大阪市が一体になった方が絶対に大阪の経済は成長します。私がつい最近まで国会議員をしておりました。国会議員をして思ったことは、やはり大阪完全に今地方都市になってしまってます。リニアも名古屋で止まるような状況です。大阪市と大阪府、国から見た時にどちらが大阪の代表なのかもわからないような状態、それがずっと続きできました。今橋本市長と松井市で同じ方向を向いてますが、それまでは別々の方向を向いてきてたんです。これで大阪が成長するわけありません。
結果今こんな結果になってしまってます。名古屋にもう抜かれようかという勢い、今からでも遅くはないです。大阪市と大阪府二重行政の縄張り争いあるのは分かります。私も市議会にいました。分かりますが、この大阪市と大阪府の縄張り争いは大阪の成長を考えた時には小さな話、少し置いておいて、大阪市と大阪府一体になってこの大阪の経済の成長、これを目指します。例えば観光でも皆さん今たくさん来てます。国内外から今大阪たくさん観光が来てる。これどうしてか、もちろん円安がいろんな効果もありますが、大阪が一番伸びてるんです。どうして一番伸びてるのか、これまで大阪市と大阪府バラバラにありましたが、今は橋本市長と松井知事で大阪観光局という合同のそういった部署をすっかり設置して、どうすれば大阪全体が成長するのか、観光の人を呼び寄せれるのか、そういった政策を一生懸命やってるんです。それが実を結んでたくさんの人が今大阪に来てます。要は大阪市と大阪府がバラバラにやってたらダメ、市と府が一緒になって成長を目指す、これが大阪の成長に本当に必要です。11月22日いい夫婦の日、大阪市と大阪府が一体になって、そして大阪の成長を目指す、まさにその日が11月22日です。皆さん、私吉村博文、松井知事と一緒にタッグになってこの大阪の成長を目指していきます。そのためでも皆様の後押しが必要です。子供たち孫たちがこの大阪に生まれてよかった、住んでよかった、今この皆さんがこの大阪をもっと盛り上げていこう、そんな大阪を必ず実現させますんで、どうぞ皆様後押しのほどよろしくお願いします。ありがとうございます。それではマイクを松井知事に譲りたいと思います。